私がりなちゃんの生配信に？おう、ぜひ出てほしい。誘ってくれるのは嬉しいな。けど、私でいいの？この前、幼稚園でライブをしたでしょ？その時、歩さんの顔を見て思ったの。次の配信、歩さんにも出てほしいなって。私、どんな顔してたかな？とっても楽しそうだった。子供たちのためにライブをするの好きなんじゃないかなって思った。違う？それは好きだよ。でも、私が笑顔でいられたのは子供たちが目の前にいてくれたから。みんなの楽しそうな顔を見て、私も自然と笑顔になっちゃったんだ。生配信だとどうなるかちょっと不安だな。私も初めはそうだった。でも、みんなの声は聞こえるから。声？うん、みんながいろんなコメントをくれるの。顔は見えないけど、気持ちはちゃんと伝わってる。歩さんの心配が吹き飛んじゃうくらい楽しいことがいっぱいだから、大丈夫。お願いできない？りなちゃんの気持ちは分かったよ。でも、答えは少し考えさせてほしいな。やるからには本気でやりたい。私にできることが何なのかちゃんと考えたい。だから、ちょっとだけ待っててもらえる？歩さんに話してよかった。歩さんは真面目にちゃんと向き合ってくれる。歩さんのそういうところ好き。